飯作るから待っててね。本日の夕飯完成です。今からご飯作るから待っててね。あいよ、行こう。しよっかな。お醤油ちょっと入れようかな。大本命カツオのたたき、これにオリーブオイル、減塩醤油ちょっとだけ、最後にちょっとだけ塩コショウかけて、ケールとカツオのサラダが完成しました。今日の夕飯はこちらです。ボリューミーなメカレちゃんとカツオのたたきとケールのオリーブオイルサラダ、ツナ缶とキャベツで作ったマヨネーズパイです。本日の夕飯完成です。それでは早速いただきます。もうメカブからいこう。ネバネバ。私本当に海藻類大好きなんですよ。最高だ。火も使わないし切るだけなので本当に楽ちんですね。おいしい。ツナと豆乳マヨネーズキャベツ和えいただきます。うん、キャベツがシャキシャキしてて美味しい。
値下げしてたの春キャベツだ。キャベツがね、全然違う。歯が柔らかくてすんごい美味しい。では、大本命、私がよく食べる海鮮サラダ、カツオのたたきとケールのサラダ、いただきます。自分好みの一切れの分厚さにできるところも魅力ですよね。美味しい。このカツオのたたきのね、周りの香ばしさとケールのシャキシャキ感と程よい苦味がちょうどね、合うんですよね。オリーブオイルをかけることで一気に洋風になるし、これは簡単だし、すんごい美味しいです。料理作るのめんどくさいなって時は一番よく食べるこの海鮮サラダ。レタスとかケールとかキャベツとか好きな具材をちぎったりとか切ったりして、上に好きなお刺身を乗っけて食べるだけ。味付けは塩コショウだけでもいいんですが、醤油だったりオリーブオイルだったりごま油だったり、その時の気分に合わせてかけて食べます。もうそれだけで超美味しいんですよ。今日みたいにこうやってメカブとか、あとお刺身のセットだと大根とか大葉とかあるじゃないですか。つまっていうのかなっていうのがあるから、そういうのも合わせてね、ミックスしてサラダにすると一気に和風っぽくもなるし、オリーブオイルかけたりとかちょっとね味付けを変化するだけでも一気に洋風になるので、とってもとっても楽チンサラダはおすすめです。え、ごとく100円、安っ。あ、出てきましたよ。いや、めっちゃいいじゃないですか。よし、もう燃焼になりましたね。いつも持って行っているお風呂セットです。トリートメントとかリンスとかも持参で、歯ブラシとかあとコンタクトの洗浄液、化粧落としで、メガネケース、これは化粧水ですね。あとコンパクトのくしと、これはアイクリームです。めちゃパンパンなんですが、いつもこれで行きます。ちょっとね、車を運転するときはやっぱりメガネは怖いので、寝る直前までコンタクトして、寝る寸前になったらコンタクトを外してメガネになっていきます。着替えは基本的にこのスーツケースとこちらのでっかいケースと両方に入れています。なのでかなり私は洋服の量が多いです。長旅に行くときはいつもこんな感じで服装のレパートリーを増やしたいので、撮影するにはね衣装として必要なのでたくさん持っています。撮影するにはね衣装が違う方が新鮮さが感じられるかなと思って、なるべく色だったり柄だったり被らないように意識しています。休日だからちょっと高かったんですが、それでもね日帰り温泉に入るよりはめちゃめちゃ安かったです。500円以内でシャワーに入ることができました。ありがとうございます。それでは早速今夜の車中泊スポットへ移動しようと思います。現在は芝生養成中のため使用できないそうです。残念。でもね、上りの方まで歩いていけばドッグランがあるので、明日はそこに連れてってあげようかなと思います。
以前山形に行く際に佐野サービスエリア下りに1回だけ寄ったことがありまして、めっちゃめちゃ綺麗で、ここ絶対ちょっと車中泊したいなと思って今夜はここにしました。中はね、相変わらずとっても綺麗ですし、24時間やってるし、何よりもねスタバもあるしドッグランもあるし、本当にワンちゃんにとっても至れり尽くせりなサービスエリアなので、今夜はここでゆっくり過ごそうと思います。ということで、ナイトルーティーンいかがだったでしょうか。こんな感じで撮影しない日は実際は結構シビアシビアなのか、節約重視で考えています。寝るところとかもね、道の駅が多いんですけれども、たまにこうやってサービスエリアだったりパーキングエリアを利用させていただいたりとか、あとは結構視聴者さんから RV パークだったりとか、そういう有料でも安心して泊まれるところもいっぱいあるよっていう情報をいただいたので、今後はそういうところも利用していきたいなと思います。今日のマリチャンネルも見てくださってありがとうございました。ありがとう。また次回のマリチャンネルでお会いしましょう。シュシュ、バイバイわ。バイバイ。行こう。行こう。